選手リングに入場です。はじめに青コーナーより挑戦者ビビリアン岩崎選手の入場です。前半の攻撃力、そしてそのパンチの破壊力は世界タイトル級のものがあるということです。ルビアル茨城ワールド比較リーグ所属、フィリピンでの戦績は44戦、これは日本での戦績も含みます。23勝を挙げて17敗、半分け1試合はノーカウントになっておりますが、95年には世界タイトルも経験しました。日本では去年2戦して2勝です。日本でのトータルの戦績参戦して3勝2 KO 4敗、引き分けはありませんが、しかしこの数字の上に現れてない強さがあります。星野圭太郎選手の入場です。去年の8月横山圭介をテクニカルノックアウトで下し、悲願の日本タイトルを獲得しました。そのチャンピオンベルトを高々と掲げて MI 花形ジム星野圭太郎の登場です。前回の試合は徹底したカウンター狙い、その作戦が功を奏しました。試合前の評判を覆す結果、念願の日本タイトルを獲得しました。このルビリアル茨城とは一昨年12月に対戦しまして、星野が判定勝ちを収めましたが、なんと3ラウンドには強烈なノックアウトも下っております。今日はその立ち上がりどう攻めていくのか、防衛してこそ本当のチャンピオンの価値があるという、その初めての防衛戦ストロー級タイトル勝ち10回戦を行います。赤コーナー、日本ストロー級チャンピオン104番の MI の防衛戦、プレッシャーも気負いもありません、今でも挑戦者の気持ちで戦いますと話しておりました。コーナー挑戦者日本ストロー級7104パウンド4分の1ワールド眼差しと、そしてこの研ぎ澄まされた筋肉、そのパンチ力、破壊力、不気味さを物語っております。さあ試合前にしてもう場内は興奮の空気に包まれています。レフリー内田正和、レフリーの内田さん、ジャッジは浅尾さん、阿部さん、この3人によって今日の日本ストロー級のタイトルマッチがジャッジされます。はい、この試合のタイトルマッチ、ルールを守って正々堂々と戦う、いいですね。ルビラル GSM ジャパンボクシングコミッションルール、 I do like for clean fight never understand OK チェックワン。お互いに軽くグローブを合わせました。ここまで準備万端、コンディションも整わせてきました星野。さあ試合が始まりました。ゴングが鳴ってから場内が急に静まり返りました。山田さん、会場のお客さんももうこの試合がどれだけ意味を持っているかというのは分かっている感じですね。まあそうですね、まあ、テクニックじゃその星野、はい、一発力じゃそのルビアールですね、そういう見方しますから、はい、まあ、ルビアールがですね、まあ、初回からもうね、もう出ていってですね、はい、倒しにそのかけるか、まあ、ただそのお互いその一度ね対戦しているということは手の内はね十分知っているんですけども、まあおそらく出方をね見ているような感じですよね。非常に緊迫感に包まれた第一ラウンドです。白いトランクスがチャンピオン星野圭太郎、戦績は19戦を戦って13勝4つの KO 勝ち6敗です。一方の画面左側になりました紺のトランクスに白のライン、ルビリアル茨城44戦して23勝17敗3分け1試合はノーカウントになっています。左のフックを出していきましたルビリアル茨城、
ただそのルビアルですから、安定左から右を持っていった大足がないですからね、はい、非常にその星野よりその打ち方はしっかりしてるんですけどもね、大足がないですから、その辺でその爪の甘さが出ると思いますけどね、はい、その爪の甘さに対して星野がどう自分のボクシングを攻め込んでいくかということですね、うん、そうですね、やはりその中間距離感ですね、この距離ですね、はい、爪を保ってですね、出てくるとこその左ですね、はい、またその右のカウンター左フックですね、これを有効に使い、まあ、リングの中央で戦えばね、はい、いいと思いますけど、大橋さんはそのあたりどう見てますか。そうですね、もうさあ左を取ってきたルビエル、ちょっと茨城選手はもう最初からあの一発を狙ったボクシングをしてますね、星野君もあの威嚇に手を出せないような、お互いちょっとすごい緊張した雰囲気でしたね、はい、左茨城、やはりこの体を見てもこのルビエル選手は本当に練習をよくしてきている体をしてますね。そうですね、まあ、無駄の、ね、ない筋肉ですよね、はい、非常にそのパンチのある体してますよ、やはりね、まあ、先ほど一瞬打ち合いになってたんですけども、ちょっとやはりパンチ力の音はルビエル選手の方がやはり強そうな音をしてますよね。そうなると星野としては沼田さん、やっぱり打ち合いに持ってっちゃいけないですかね。打ち合いはね、やはり避けなきゃいけないですね、はい、ただ相手のね、打った後その水を刺すところがその攻撃ですね、はい、これがそのポイントにつながっていくと思いますよ。今のも打たれた後すぐにワンツーを出してきました、このあたりですね、そうですよね、まあ、非常にそのスピードに乗ってますよね、はい、第1ラウンドは間もなく残り時間10秒を切ります。ガードしっかりしてますね、星野、あのガードやはりその崩した時は危ないですからね、はい、今のパンチですね、ルビエル選手あのパンチは得意なんでね、スピードありましたもんね今ね、あのパンチを気をつけたいですね。さあここで第1ラウンドのゴングが鳴りました。放送席沼田さん、大橋さんともに第1ラウンドは10対10リードです。さあさあご用途急ぎでない方はマルシしよ、ビーフとマッシュルームのマルシしよ、マイルドな香りがマルシにしましょ、マルシェマルシェハウスカレーマルシェ、はい、勉強します。引っ越しの高い10万円プレゼントやってます。はい、勉強します。引っ越しの高い、それでは皆様さようなら。非常に緊迫感に包まれた第1ラウンドでした。沼田さん、大橋さんはそれぞれこの今日の星野の第1ラウンドの動き、どんな風に印象を持ちました。まあ、そうですね、非常にその緊迫感のね、あるその内容の試合でね、1ラウンドがあったんですけどもね、ただ1ラウンドですか、そのまだ決めてたらそのパンチを打たないで、まあ、様子を伺いっていうような感じを受けたんですけどもね、はい、大橋さんはどうですか。そうですね、まあ、10対10とそのポイントの差はつかなかったんですけども、はい、まあ、星野君の、まあ、ガードを上げて、ルビリアル選手が打って後これ攻撃をするという、まあ、ペース的には星野君のいい戦い方だったとは思いますね、はい、さあこの後にどちらがまず自分の試合の流れをつかむことができるか。あっと右を大振りになっていったところにルビリアルのパンチです。ボディから今度は左のフック、星野ね、大振りなパンチ打ってですね、バランスを崩すとですね、相手に打たれますからね、打った後そのガードしっかりしてですね、はい、この左のたくさんやはり使うことでしょうね、うん、いい左ですよ、うん、この左を使うとなかなかね、追う足のないルビアルはなかなかその打ってこれないですから、その辺をね、まあ、この星野は計算して戦っていると思いますよ。ただ星野君の方もあの左をこの単調に出してしまうと、右をね合わせられる可能性があるんでね、はい、その辺はこのフェイントをかけたり、うまい左の使い方を見せてもらいたいですね。ただ使うだけじゃいけないわけですね。そうですね、ボディを狙ってきますルビリアル、左を出しました星野、ああ星野の左のアッパーに合わせ、左フック、左フック打ったんですけどブロックしてます、ちょっとブロックしてますね今の。ただあれまともに食らったらこれ怖いですね。いや倒れちゃいますよ、本当に目の離せない展開になっていきそうです。さあこれも左から右を持っていったルビエル、そしてそれが出てきたところ細かいパンチです。ジェフクルビエル、ガードしっかりしてますね、ボディ、そしてまた右のボディ、ジェフク、さあここはどうする、ニラフクルビエル、左のボディかわした星野、打ち合うとやっぱりね危ないですよ星野、やはり迫力ありますね、ルビエル選手の攻撃というのは、小原さん、はい、奥野さん、赤コーナー花形会長はね、止まるんだ止まるんだって言ってますね、はい、で第1ラウンドもね、まあまあの動きなんだけども、相手の正面に立ってしまう場面があったんで、そこは大いに注意したいという話をしてましたね。今日のリポーター赤コーナーが大熊英二アナウンサー、青コーナーは川島敦史アナウンサーです。
まあ、でもね、中間距離保って戦っていますからね、まあ、この戦い方でいいと思いますよね、距離感も星野ですよ。はい、あの辺のパンチ本当に怖いパンチです ね、 ね、はい、まあ、星野よく見てねブロックしてますけどもね、まあ、ここも細かいパンチを出してきます。ルビリアルは速さと、そしておこれもドーンと跳ね抜けるような感じで体が落ちますからね、はい、さあ逆に体を入れ替えてチャンスを使いむか星野。残り時間が10秒を切りました第2ラウンド。やはりこう容易には踏み込んでいけないというような感じですね。そこそのいきなりその右をね、使わない速さの左からね打っていかないといけないですよね、はい、第2ラウンドのゴングが鳴りました。このラウンドは沼田さんは10対9、星野、大橋さんは10対10のイーブンです。剣を、炎を、槍を、三国志の武将たちが繰り広げる新たな戦い、本格武器格闘ゲーム三国無双、2月28日プレイステーションで新登場。光栄、この頃は税金のことで仕事に身が入ってないやないの。税金は税理士さんにちゃんと頼まな。税金を扱えるのは資格のある税理士です。頼れます、このバッジ。近畿税理士会。第1ラウンドからもそうですが、本当にお互いにこの一発一発のパンチを非常に警戒しなくてはいけません。ここはルビリアル、まあ、いい攻撃してるんですけどね、やはりその相手をよく見てですね、星を強くしてますからね、まあ、このパンチに一発もでもね、はい、まともに入れば倒れちゃいますよ、はい、胸の前で十字を切りましたルビリアル茨城。星野君というのは本当にテクニックはもう日本屈指のテクニックを持ってるんですけどね、はい、たまにあの気を抜いてしまうところがあってね、そこにパンチを食らって、あの星を、ね、落としたときあるんですよね。そうですね、まあ、精神的なそのスタミナですね、その集中力を持ってもらいたいですね。特にこういう相手に関してはその一瞬の隙が怖いですもんね。怖いですね、まあ、取り返しがねつかなくなってしまいますからね、はい、まあ、それと星野はね、その打たれは決して強くないですからね、ですからそのちょっと気を抜いた一瞬の隙がもらったパンチが致命傷になりかねないというような今日の展開です。レビリアの右が伸びてきました。放送席田原さん、はい、川島さん、最初のチャレンジャーサイドなんですが、はい、もっとウェービングを使って、チャンスが来たらもうまとめて思い切って打っていけという指示が飛んでるみたいですね。ああそうですか。ルビアールもかなりね力んでますよね。そうですね、はい、ただもうルビリアルの場合は駆け引きというよりももうチャンスを掴んだらまとめていくような、ね、そうですね、そういうシーズンですね、さあこのボディを狙ってきます。さあこのボディから、あ、この辺も多彩な攻めですね。ここでもう一回ね、追っていかなきゃいけないんですよね。ポイントには繋がらないですよ、ルビアレム。もっと追っていかなきゃ。この辺りがどうなんでしょう、追う足がないということになるんですかね。この分うまくですね、星野が距離を取ってですね、相手のパンチをかわしてますよね、はい、この白いトランクス、チャンピオンの星野慶太郎はロッキーリンとのスパーリングを20ラウンド以上こなしてきました。2年前初めてロッキーリンとそのスパーリングをやってから自分の中での大きな目標だということを言っています、まあ、かなりそういうチャンピオンと世界チャンピオンと練習をすることで随分身についている部分もあるんでしょうね。まあ、そうですね、まあ、いろんな、ね、相手と練習してですね、はい、まあ、いいところだけね、あの取り入れなきゃいけないしね、はい、そういうところ勉強したんじゃないですかね、さあ取り込んできます。右ルビリアル左、あっとしましたかね、今ちょっと左フックですね、はい、どうでしょうね、ルビアル見ちゃうわけですよ、はい、ですよ、あの自分の距離ですからね、もしかしたら上下に打ち上げてもいいと思うんですよね、ショートのパッチで、はい、うん、右のボディ、これもドスンと呼ばれます、さあ右のパッチ、ね、レビリアルチャンス、はい、星野チャンピオンがちょっとここでピンチの場面を迎えました。まあ、星野ね、左とやはりその足を止めちゃいけないですね、画面を変えた、オープンブローってことですね、レフェリーから今注意が与えられました。第3ラウンド残り時間15秒を切ります、まあ、このラウンドですか、星の左ね、早いその左を当てれてますよね、あ、そうですね、ちょっと出てないですね。レビリアルもここはいいパンチが出ました。星の左から右、右ストレートもしかしでも十分な当たりではありません、ブロックしてます。お互いにもつれ合うような展開の中、最後は拳を上げたのはルビリアルです。第3ラウンドが終了しました。開け
の贅沢な味ごまの銀行いただきます。お肉と野菜にペッパーランス粒ごまのタレ新発売。裸になっても宝石は脱がない。エステートジュエリー半期に一度の決算セールバザールルージュ実施中。銀座ジュエリー巻ナビオ阪急3階。これはさっきのラウンドのルビリアの攻撃ですけれども、まあ、力強いね打ち方してますよね、はい、体ごと、はい、大橋さん、このルビリアルのパンチどんな風に見ますか。やはりこの重いパンチですね、でも星野君もあの打たれながらもあの、まあ、よくね、前チャンピオンの川島みたいに首を振ってね、避けたりという器用なところがあるんでね、そうですね、それをまあ最小限に食い止めてますね、はい、ダメージは。星野はやはり川島のように相手に打たせずに自分のパンチを当てる、それが理想のボクシングということを言っておりました。まあ残念ながら川島博は世界タイトルを失ってしまいました。やはりね、その辺の試合を見て星野も上には上がいるんだということを肝に銘じて今回の試合戦いたいということを言っておりました。第3ラウンド、先ほどのラウンドは沼田さんも大橋さんも共にルビリアールにつけましたが、どういうところ評価されました。まあ、そうですね、特にその左フックは良、ね、はい、かったですね、はい、ちょっとその上下に打ち分けるその攻撃ですね、この点でそのポイントにつながったと思います。大橋さん、なかなかあの星野の方がペースにかかりづらいようですね。やはり、ルビリアール選手の強打を警戒しすぎているんですよね。そうですか。ですからもっと、まあ、いろんな多彩な左ジャブをついて、あ、今のパンチは確実に当たってるんですよ、はい、ルビアルのその踏み込みがないわけですよ、もう少しその踏み込みがあったらですね、はい、まず倒していったんでしょうね、かもしれませんね。大橋さん怖かったですね、今怖かったですね、ね、うん、でもまた星野君がね首を背けて、うまく避けてましたね、今も。前半のそのパンチ力そして攻撃力は世界チャンピオン並みという話がありました。まあ沼田さん、本当にそんな感じですよね。まあそうですね、非常にそのいい打ち方ですよね、はい、星野としても非常に厳しい相手を迎えました。初防衛戦にして大きなこれは試練を迎えました。ワンツー、ルビリアル、高野さん、はい、大熊さん、先ほどペースの話ありましたがね、赤コーナーの花形会長もまだペースを握れていないなという言葉でしたね、はい、でやはりあのこちらとしてはね、後半勝負を考えているんで、前半もっと疲れさせたいなという声も出てましたよ、はい、そうですか。前半の皆さん、相手を消耗させるにはどういう風にしていかなくてはいけないですか。まあ、おそらくですね、ルビアルをですね、手を多く出させてですね、はい、スタミナを消耗させて、後半勝負っていうね、作戦だと思いますよ、はい、残り時間が間もなく30秒になります。第4ラウンド、左のアッパー、これに対してルビアル3発返してきました。まあ、3発手出せばその1発当たりますからね、はい、早いところから右のボディです。星野、やはり手数見てもルビリアルの方が出してますかね。まあ、このラウンドね、手数確かに多いですよね、はい、星野君もうちょっとねフットワークをね、持ってほしいですね。そうですね、ちょっとね足を止めてる場面が多いですね。さあ右からボディを打っていきました。ルビリアル、ここで第4ラウンドが終了しました。放送席、沼田さん、大橋さん、共に10対9、ルビリアルにポイントをつけています。あなたとそのきらめきは運命で結ばれていました。あなたのダイヤモンド。エンゲージは足立宝石店。2ラウンドあたりから沼田さん、このルビリアルのペースという感じですよね。まあ、そうですね、今のももう少しね、踏み込みがね、深きはですね、干されちゃいますよね。そうですね、だから下がるときですね、もう少しその腰のね、ガードしっかり、特にその左側ですね、しっかり開いていけないですね、はい、毎回ゴングの前に胸の前で十字を切ります。ワールドカップジムのルビリアル茨城、フィリピンの選手です。フィリピンと日本での試合トータルで44戦、23勝しました、17敗3分け、
1試合はノーカウントです。まあ、その23勝の中で 6KO しかないんですが、沼田さん、このパンチで 6KO、 ちょっと信じられないですよね。はい、そして左のボディ、星野は効いてないよっていうジェスチャーですが、ですけど、なんかリベリアリ選手はこの日本に来てから打撃開眼したような感じが受けられましたね。そうですか、はい、本当にこの、ね、選手で23勝 6KO っていうのは本当に信じられないですよね、このボクシングで。まあ、星野ね、足を止めて左入りを忘れちゃいけないですよね。そうですね、相手は楽にね戦いますから、はい、足を止めました。星野、攻撃のチャンスを伺う。右、おっと、ちょっとこれ足が絡まりました。絡まったですね、フリップ。この青いトランク、挑戦者のルビリアル茨城ですが、95年にはタイバンコク、国でチャナ・ポーパオインと WBA の世界タイトルを戦いました。この試合もチャナを青山で追い込みましたからね。そうですよね、あのチャナというと大橋さんが世界タイトルを戦った相手ですが、そうなんですね、そのチャナに対してまず前半かなり押してたらしいですもんね。あわや KO 勝ちっていうところまでね追い込んだらしいですから、はい、しかし結果は6ラウンド KO 負けでした。爪のワンサーですね、もう少しその一発パンチ力はあるんですけども、はい、いやそのショートのね連打できないですからね、はい、ただこの試合に関してはこのルビリアル選手もっと前半出てくると思ったんですけども、ちょっとこのルビリアル選手も後半勝負っていうことも考えてるんじゃないでしょうかね。そうですか、ボディです、星野、そして左のアッパー、右のアッパー、ルビリアルが返してくる、ワンツー、左、右、ワンツー、さあ、弱気を出すところ、逆にパンチに刺さった、星野、効いてるか、大丈夫か、これ弱気になっちゃダメですね。攻撃はですね、星野、はい、ちょっとリビアで一発狙ってますね、パンチをもらいながらもその隙を疑ってるような感じですね。そうです、全くその通りですね。大橋さん、このあたりかなり冷静な目も持ってるようですね。そうですね、なかなかそのディフェンスの目もいいみたいですね、なかなかチャンスを全部自分のものにはしきれません。チャンピオン星野、非常に苦しい中での試合展開になりました。星さん、さん一発を狙っているルビリアル、さあこれも右のアッパーから左のボディ、右から左を持っていました星野。ここで第5ラウンドが終了しました。第5ラウンド、沼田さん、大橋さん、ともに10対10です。デジタルフォンフレッシュリニューキャンペーン、1年以上デジタルフォンをご利用のあなた、電話番号を変えずに新しいデジタルフォンにチェンジできます。期間は3月31日まで。喋るなら開け、ごま出ました、香りとコクの贅沢な味、ごまの銀行、いただきます。お肉と野菜にペッパーラー、粒ごまのタレ、新発売。チャンピオンの星野にもようやく攻め込んでいく、そのチャンスがありました。これが第5ラウンドの中盤ですが、まあ、5ラウンドですか、はい、あの中盤までですね、ルビアルの方がそのポイントを取ったわけです。そうですね、後半盛り返したんですけどね、星野、はい、まあ、それでイーブンだと思います。はい、沼田さん、大橋さん、ともにイーブンでした。さあ、これからいよいよ後半に入っていくわですが、ここからですね、まあ、後半勝負ということですよね。星野はその試合のね、どうかその駆け引きですよね、はい、どういうようなその駆け引きをしていくかということでしょうね。星野君もこのラウンドからちょっともう仕掛けないとちょっとダメですね、もうペース的に。この左ですね、あの左をもっと多用していきたいですよね。そうですね、それがその右ストレートをね、はい、このパンチですね。そうですね、はい、かなりこうやって見てましても星野のパンチスピードありますね。ありますよね、うまくその出花ね、食らえてますよね。あっと、これはスリップです。自分で打ってるんですね、バランス崩してところですね。はい、大振りになりました、ルビリアル茨城。ジャミーステップを使ってかわしていきます、星野、うん、動かれちゃね、やはりそのルビリアル崩して、あ、うん、ね、あ、ルビリアルも返してくる。さあ、来いというようなサイリングポーズを見せました星野。ジャミー、いい左です、星野、もう一度、うん、さあこの後まとめてチャンスをつかみたい星野、左を返してきます、ガードの上でした、ルビリエル。このラウンド星野君、このディフェンス攻撃ともにいいですね。はい、
さあ大振りになったルビリアル。田原さん、はい、大熊さん、田中会長はね、もう少しボディが欲しいなという話してましたね。はい、そのあたり沼田さんどうですか。まあそうですね、ただですね、やはりそのボディを打つってことはですね、距離も狭まる、はい、自分は打つチャンスもあるんですけど、それ打たれるチャンスもありますからね。ですからその星野としてはですね、やはりその警戒しながら攻撃していると思いますね。逆にそのボディを打たれてしまいました。さあこれ反発返した星野。さあこれは本当に素晴らしい、打ち合いはルビアルの方がいい打ち方してますね。さあ返しに行った、一つ右この回にパンチが出るんだ、ボディへ持っていく星野。しかしどうですか、ルビリアルはダメージがあんまり感じられないですね。あのダメージはないです、それほどその強烈な、ね、あのパンチ当たってないですから、はい、まあ、パンチのね、星野はそのパンチのある選手でしたら危ないですけどもね、はい、星野君はこう5、6発まとめて、このすぐまた前後左右に動いてね、はい、このフットワークを使ってペースをつかみできたいですね。そうですね、長い打ち合いは危険ですよね。はあ、まとめてパンチを出してすぐ離れるというペースに持っていきたい星野。残り時間が30秒を切りました。第6ラウンド、相打ちですね、この相打ちも星野の左のフックの方が当たってますよ。さあ後半から徐々に自分のペース、試合の流れを掴んでいけるか、チャンピオンの星野。今その試合の流れ掴みつつあるという状況ですね。まあそうですね、このランダー完全にねポイントは取ってると思います。はい、このあとミルフスケ、これはかわしました。かわしましたね、かわしまばりですね、この辺はね、かわしま式のディフェンスですね、はい、はい、大きく顔を背けて右のパンチをかわしました。第6ラウンドが終了しました。ICB from onward. 感動だから出てんだから。あ、新商品。売りまくるよ。はい。感動だから。カルボナーラ。はい。カルボナーラ。カルビロース。いいじゃない。はい。カルボナーラでスパゲッティを。This is the battle. こんにちは。中盤に差し掛かったあたりからだんだんこの星野にいいパンチが出始めました。まあそうですね、ショートでね。無理のないその打ち方ですよね、はいはい、まあ、本当に軽いパンチなんですけどね、このポイントを奪うには十分な攻撃でしたね、はい、今の、はい、そして今も相手のパンチ見切ったという感じで顔を背けて避けました。さあ残りこのラウンドを含めて4ラウンドということになりました。日本ソロ級のタイトルマッチ、チャンピオンの星野慶太郎初の防衛戦、対戦相手はワールド日立ジム所属のルビリアル茨城。非常に強い相手をこの初防衛戦で迎えることになりました。どうでしょう、ようやく沼田さん五分五分のような形に星野が持ってこられたという状況でしょうかね。まあそうですね、 6ラウンド完全にね、はい、まあ、星野ペースでポイントを取ったんですね、はい、まあ、それにしてもルビアルちょっとそのパンチはあるんですけど、反発のパンチですね、はい、逆に星野にその攻撃を読まれるような、ね、ボクシング変わってきたんですよね。そうですね、そしてルビリアル茨城が右のちょうど右ですね、カットしましたね。カットしましたね。バッチャン出てくるルビリアル、出てきて、これかわした星野、細かいパンチで応戦する星野、右がった空振りです。左が引く、そして右、左が引く、これも有効打にはなりません。まあ、星野君としてはこの前半を、ね、このあまりダメージを受けずにこの後半に持ってきたというのは一応、ね、作戦通り進んでいるあのペースだと思いますよ、はい、そうですね。さあそうすると沼田さん、これからどうポイントを稼いでいくか、あるいはどうチャンスを作っていくかですね。まあ、そうですね、ただその打った後そのガードを返してですね、はい、ガードを崩さないようにですね、相手の攻撃をまともに来ないボクシングですね、はい、必要があればその打っていくというそのボクシングですね。もうルビアル選手かなりその焦りが出てきてますから、攻撃面にですね、はい、そこをうまくですね、まあ、星野がその相手の出番をうまく捉えてますよ ね、 そうですね、まあ、こんな感じでいいと思います、はい、さあ出てくるルビリアル、そしてガードで、ブロックされてね、きっと、はい、ちょっと茨城選手 そのパンチ力っていうのもちょっと落ちてきたような感じで受けますね。そうですか、確かにスピードが少し落ちましたかね、さあ落ちていく、右は大振りになりますと届きません、ルビリアル。そして左のボディ、そして右のストレート、
ルビリアルのパンチは届きません。この打ち合いの中ででも一発は、ね、怖いですよね。そうですね、はい、まあ、それにしてもかなり力んで打ってますよね、うまくブロックしてますけどもちろん、はい、これを避け損なうと本当にこの一発で試合終わってしまうという可能性ありますからね。本当に前に出てきますルビリアル。その一発でなんとかこのチャンピオンを仕留めて自分が日本プロ級の王座に近い。さあここで出てきた、足を使ってくる。かなり今ルビリアルが珍しく追いかけてきました。ここで第7ラウンドが終了しました。第7ラウンド沼田さん大橋さんともに10対9星野につけています。神戸美高で合格やったぞ。充実した1年でした。兄弟突破姫呼びで合格。阪大合格、行くなら姫呼び。君に力をジャストグレードカリキュラム神戸予備校姫路予備校。去年の8月に念願の日本タイトルを獲得しました。これが初の防衛戦です。終盤になってようやく自分のボクシング、そして試合の流れをつかむことができつつあります星野慶太郎。さあ残りはこのラウンドを含めてあと3つです。初防衛なるか。残り3ラウンドに全てをかけます。沼田さんも大橋さんもともに第7ラウンドは星野でした。ようやく星野も自分のペースに持ってきたという感じではありますが、そうですね、まあ、ヒット&ウェイの、ね、ボクシングですね。ゆっくり、これは構想してますよね、はい。ただ星野君としてもこのルビリアル選手のパンチがまずスピードが落ちてきたことと、あと自分のパンチもねかなり当たるようになったんで、はい、あの精神的にはもう楽に戦ってると思いますね今。一戦から右からボディー、そしてもう一度ボディーを持っていきましたルビリアル。そしてチャンピオンも反撃します。いやパンチにその多少スピードは落ちたとは言ってもしかしまだまだこれ侮れません。右フック、かなりその右フックですね、狙ってますね、はい。まあ、おそらく計算しながらね、あの星野は戦っていると思いますけども、はい。田原さん、大島さんどうぞ。田中会長はですね、はい、やはりあと3つ明確な形でポイントを取りたいなという話ですね。でやはりあのもっとボディをということで逆に中に入ってしまった方がね、相手のパンチが怖くないんじゃないかと。来ないんで、中に入ってしまった方が逆にいいのかもしれないなという声も出てましたね。あ、なるほどね。まあ、とにかくこのチャンピオン初防衛に対して確信を持てるようなポイントを掴んでいきたい。レベリアルの前に出てくる。ちょっと体重をかぶせるような形になりました。うまいですよこの辺のね、戦いぶりはですね星野、ちゃんとベテランらしい戦い方しますね。今のクリンチ一つにしても今年27歳の星野、今年28歳になりますが、もう確かにやはり世界というものを睨んだ場合にはもう後がないですからね。負けるわけにはいきません。このベテランらしい戦いぶり、後半でタイトル防衛に向けてステップを重ねていきます。まあ、はい、チャレンジャーサイドもう倒せという声が飛んでますね。そうですか。赤コーナーは大島英二アナウンサー、青コーナーは川島敦史アナウンサーがそれぞれ、いい左ですね、リポートを担当して、はい、一発立てもう一度してますね。ガードしっかりしてます星野、パンチこれをかわしていきます星野。動かれたらね、うまい前に進んでしますね。さあワンツー、そしてルビリアルも反撃、しかし星野の方がスピードはあります。左から右、左のボディ、さあこれもボディの連打、細かいパンチの連打になりました。右のパンチ、ショートアッパー、左、そしてボディ、2発、そしてもう一発、今度は右のボディです。左、いやいや、ね、多彩な、ね、本当にいい攻撃ですよ今の星野の、ただも打った後もう少し、ね、足を使いたいですね、さあペースを掴んできました。ミルフうまく避けました星野、これも大振り、そして左ルビリアルボディを打っていく、左フックは空振りだ。さあ終盤確かにちょっとルビリアルスタミナが切れつつあるのかという状況になってきました。第8ラウンドが終了しました。
神戸から東へ鉄元山2号線のすぐそばにモデルハウスがいっぱい並んだ神戸元山住宅公園 ABC ホールディング My life はじゃあ君とのデートは高くつく私の悩みを聞いてくれ My life はじゃあプロミスルビリアルに対してこの第8ラウンド細かいパンチで うまくですね、うまくですね、ディフェンスと攻撃をですねうまく使い分けて戦ってますよね、もう本当に倒すパンチじゃないんですけどこの細かくあのポイントを奪うというね、本当にベテランらしい試合運びですね今の内田も、第9ラウンド体操とルビリアルの大きな左が飛んできました。中盤に入ってさらに迫力、さあこの第9ラウンド激しい打ち合いから試合が始まりました。左から2、ルビリアルの左、そして左赤いパンチ、そして右ルビリアルのパンチは当たらない、非常にそのねショートのタイミングのいいパンチをね打ってますよね、この打ち合いはですね最初のインサイドからその攻撃している星の方が有利ですよね、先ほどあの花浦会長からもインサイドから打った方がいいのではないかという話がありました。そのあたりは沼田さんはどう考えますか。まあそうですね、今言ったようにですね大きなパンチはですね危険性がありますから、今のようにそのインサイドからそのパンチを打った方がいいと思いますよね。レフク少し右 VR の左向きました。残りはこのラウンドを入れてあと2つです。右です、VR の右、本当にでもルビリアル選手にこの追い足がないんでね、あの星野選手もだいぶ助かってる場面というのはありますよね、そうですね、おそうです、高田さん、はい、川島さん、チャレンジャーサイドなんですが、はっきり言ってちょっとポイントでは負けてるんじゃないかというふうに話してまして、体を振ってとにかく前に出てパンチを出せという指示が飛んでます。はい、もうとにかくやはりチャレンジャーとしてはポイントの計算よりも何しろもう自分のパンチを当てていくというのは大前提になってきますもんね。まあそうですよね、セコンドもねそういう指示今あの私があったようにですねそういう指示で出してるんですけども、やはりその大足がないですから、ガードしっかりして動かれるとやはり苦しいですよね、そういう展開になってます。さあこれはボディを肩にかけてきました。そして細かいパンチです。ルビリアル右、ルビリアル左、ミルク、ルビリアル左は空振りになりました。さあ星野も応戦する、右星野、いやいや、それぐらい打ち合いになっちゃうんですね、今スリルさんの打ち合いでしたね、今のは。大橋さん、どっちかのパンチが当たったら本当にダウンそうですね。そうですね。さあ中盤に入ってマスマッチヒートアップしてきました。日本ソロ級のタイトルマッチ、初防衛を目指して星野、そしてその日本持ちでチャンピオンになるかルビリアル。第9ラウンドは残り30秒を切りました。ボディを狙っていきますルビリアル。本当先ほどの打ち合いでもあの星野君がこの強気に打ち合いに応じてますよね。そうですね、もうそのあたりはチャンピオン、自分がチャンピオンなんだというようなそんな気迫が見られます。星野慶太郎27歳、左から右を出していきました。あ、ルビリアルも細かいジャブです。ここで第9ラウンドのゴングが鳴りました。放送席、沼田さん、大橋さんともに10対10です。事業を続ける上で不安はありますか。多少ありますね。あります、あります。サラリーマンは退職金があって羨ましいと思いますか。正直言って羨ましいです。それはめちゃめちゃ羨ましいですよ。絶対羨ましい、事業主の退職金制度について知っていますか。聞いたことあります。あまりよく知りません。いや、全く知らないです。事業主のあなた入ってますか。小規模企業調査、お問い合わせは中小企業事業団へ。ラウンドが進むにつれて壮絶な打ち合いです。この第9ラウンドも沼田さん激しかったですね、そうですね、あの互角だと思いますこの打ち合いはですね、お互いに主力を尽くしての対戦ということになっています。日本超級のタイトルマッチ、いよいよラストラウンドを迎えました。ワールドスタッフジムの挑戦者ルビリアル茨城迎え撃つチャンピオン MI 花形ジム星野慶太郎、これが初の防衛戦。
さあ左のボディを見せましたルビリアル。さあ出てくる。まあ、ルビアルとしてはですね、星野のあの硬いガードをですね、どうしてもその、はい、打ち下したいと思うんですけどね、まあ、よく見てですね、冷静に戦ってますから、はい、なかなかその倒すところまではいかないですよね。そうですね。そしてあの、ほとんど星野の顔もされてないですからね。ミルク、そしてボディを持っていきます、ルビアル。ルビアルは右のハブタを切りました。星野はほとんど抜きずと言っていいでしょう。星野君は今日あの左のガードがほとんど下がりませんね。そうですね。からね、サルテンが良かったと思いますよ。はい、さあルビアが攻め込んでいく。ロートを選手さうまくかわしました星野。これはねクリンチでね、今回は花形会長もガードを絶対下げるな、そのあたりを非常にきっちり言っておりました。ナイスボディですね今の。はい、はい、田原さん、大島さんどうぞ。花形会長の最後の指示はですね、はい、もうガンガン行けと、打ち負けるなということですね、はい、ポイント的にはですね、ややこちらが有利かなとちょっと言葉尻がですね、おぼつかなかったんですが、はい、そんな感じです。やはりセコンドとして見ますとその辺不安な部分がありますよね。そうですね、もう本当にね、あのコールされるまでね、本当にファンですよ、はい、さあとにかくもう残り時間があと1分20秒を切りました。さあ今日のその級のタイトルマッチもあと残り1分10秒になろうとしています。この1分少々の時間に全勢力を吸い込んでいきます。初防衛を目指した星野、気力を尽くします。日本でのタイトルをかけてルビリアルが反撃していきます。ただちょっとパンチに力がないように見えますね。打ち方が非常にラフなスタンスですね、はい、その分その星野もガードしっかりしてよく見えてると思いますね、はい。トラウンドを迎えました。ちょっと下見投げれかルビリアル、これもパンチが届きません。星野の左です。ズドーンといきました。そして細かい右、はい、はい、ルビリアル右。さあ星野の左のボディです。右左右つく、これはかぶり右つく、当たった。星野当たった。ルビリアルのいい攻撃ですね、さあどうか。残りがあと15秒です。いやいや、思ったよりね、それぞれ打ち合いになったんですよね、はいはい、さあ、視力を尽くして10秒を切りました。星野、初防衛に向けてパンチを出したい。ルビリアル苦しい。一発が出るか、ここでゴングです。試合終了。激しい打ち合いの中、日本ストロー級のタイトルマッチ終了しました。さあ、判定ということになりました。いやこれは放送席のポイントでは微妙に星野ということですが、そうですね、まあ、正式な、ね、ジャッジも難しいと思いますよこれは。そうですね。さあその辺がどうなるか、まあ、それにしても沼田さん、はい、本当にいい試合でした。星野がコールされました。初防衛成功。 MI 花形星野慶太郎、チャンピオンベルトを守りました。金星賞改めてチャンピオンベルトを身にまといました。まあ、この表情を見ても沼田さん、はい、本当にあのパンチをもらっていないというような顔ですね。まあ、そうですね、はい、ガードをしっかりしてですね、よく相手を見てですね、攻撃したんですよね。そうですね、はい、さあ、ジャッジングペーパーがこちらに来ました。まず98対95、続いて98対95、もう三者98対95で星野3対0を持って判定で勝利を収めています。大橋さん、ほとんど計算通りと言っていいような試合展開だったと、そうですね、前半をしのいでこの後半にね猛攻をかけるという、もう作戦通りの本当に、うん、星野君もね顔も腫れてないですし、作戦通りの試合だったと思いますね、ただやはりこの前半ルビリアルのパンチの重さ、スピード、この辺はかなりの威力がありましたね。まあそうですね、いいとこあったんですけどもね、はい、やはりいかにしてその大橋がないですからね、それでは見事初防衛に成功しました星野選手にインタビューします。おめでとうございます。ありがとうございます。
今日の試合なかなかペース取りにくかったと思いますが、自分としては自分のボクシングを見るということだけです。まあ、相手にパンチがかなりありましたが、どんなことを気をつけて今日は。今日はガード絶対打たせない、日本チャンピオンらしいボクシングを心がけました。まあ、あの茨城とは1回やったことありました。ええ、その辺でやりにくい、やりやすいっていうのはありました。いや、全然そういうことを全然考えないで、前にやったとかも考えない揉めてますね。ちょっと揉めてますが、じゃあ最後にこれからについて一言お願いできますか。チャンネルは変えないでください。10チャンネルのままこれからも頑張りますので、応援よろしくお願いします。これからも防衛重ねてください。おめでとうございました。ありがとうございました。星野慶太郎、チャンピオンらしい今日は。